とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。影化中のダメージ倍率は3倍じゃない気がするということですね。ありがとうございます。確かに、この前のタワーの時に、テンペストゴーレムワンパンできましたよね。あの時に、どう計算しても、ワンパンできないと思ったんだよね。なので、倍率が変わってるのかもしれない。まあ、もともと3倍じゃなかったのか?いや、でも前は3倍だった気がするんだよな。とりあえず今日、ちょっと試してみようと思います。で、思ったのが、この影のブリューと影の断片で、ダメージ倍率が違うのかもしれないね。ブリューだったら3倍とか。そんな感じかもしれません。では、今日使う武器ですけども、これ。闘志の締め具ですね。単発ダメージが30万です。30万。で、防具は衛兵なので、攻撃力は上がってません。なので攻撃をすると、まあ、30万だね。30万のダメージが出ます。はい。で、これに影のブリューを使うと3倍で、90万か。240万。8倍だ !8 倍 !8 倍だ!じゃあちょっと影の断片だったら同じくだ!あ、3倍じゃなくって、8倍出ますね。倍率が。8倍?そんな強かった?じゃあドラを使うと、480万ぐらい?あ、480万。おー。あ、なるほどね。あ、これだからワンパンできたのか。うんうんうん。あ、ならば8倍かける2倍でダメージが出せるのね。あー、それは強いわ。じゃあ、プラスで、影の、あ、力のポーションを使うと、950万ぐらい出るのか ?960 万か。そんぐらいいくんでしょ?え、違う !540万。これ単純な掛け算じゃないっぽいね。うん。単純な掛け算ではなさそうです。あー、難しいね、計算法が。はい。まあ、とりあえず、今日はコメントありがとうございます。倍率は8倍ですね。影化中の攻撃。あ、俺3倍だと思ってたけども。え、これ倍率変わった?前は3倍だった気がするんだけどね。まあ今は、8倍出ますので、そうか。それだったら、タワーのボスとかワンパンしやすいですね。そうかそうか。ちょっと計算方法が。うん。分かったので、今後、これを、使っていこうと思います。なるほどね。8倍だ。これは使わない手はないですね。はい。ということで、こんな感じでした。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。